どうぞ。よろしくお願いします。いたこのいたろをちょっと見なれば白状そうな渡り鳥、それでいいのさ。あの移り気な風が吹くまま西東なのに、風に目に浮くいた子がさ。旅空が夜空で今さら知った、女の胸の底の底、ここは関宿乙女川へ。人に隠して流す花だってよ、あの子かわしもいた子がさ。いや、今日はよろしくお願いしますよ。よろしくお願いします。皆様、松平健さんです。こんにちは。今日はご一緒できるということで本当に光栄に思っております。皆様、橋幸夫さんです。まあ初共演ですよね。そうですね、初めてのこういうコーナーでございますが、はい、しかし2人はですね、時代劇をいろいろとこう体験はしておりますけども、しかしよく掘り下げてみますとね、はい、それぞれ演じてきた役柄が全然違うんですよ。例えば八代将軍の吉宗、はい、あれも暴れん坊将軍で有名ですよね。はい、そうですね。それ以外にはどんな役をやりましたか？そうですね、あの北条義時、柴田勝家、うん、斎藤道三、武蔵坊弁慶、はい、徳川家康。いや、もういいですね。皆さんは気になったでしょう、歴史上の大物ばっかりなんですよ。それ控えて私の方はですね、はい、いた子のいたろう、つかけと吉次郎、佐久の小板郎、しかも刀もですよ、2本じゃなくて全部1本どっこの1本刺しですよ。ああ、そうですか。私大体2本刺しでしたね。そうでございますよね、はい。まあ、しかしこんなしがねえ私でございますが、一つ何分よろしくお願い申し上げます。いや、これはこれは橋殿、まあ、頭を上げてください。やっぱり殿なんですよね、こちらは。さあ、そんな中でどんな歌をいきますか？そうですね、やっぱりあの暴れん坊将軍のテーマ、やっぱりあれですか、やっぱこれはあのまだ曲、普通はあの曲だけなんですね、はい、でもこれに私が詞をつけました。詞をつけて、はい、かっこいいですね。あれはこう白馬に乗って、はい、バッチャバッチャとこう将軍がね波打ち際を走るじゃないですか。はい、そうですね。そこ行くと私の方は一心助けですからね。ご主人のあの大久保彦左衛門をそうですね桶に乗っけて、はい、ひょいと担ぐってこんなもんでございますから。じゃあ殿から一つ言ってくださいませ。どうぞ。手を取り合って
明日が見えるまで日本の元気を守るため、行くぞこの道まっすぐに、雨も嵐も乗り越えて、愛愛愛、カツオ一匹姿、なんだなんだなんだベランメ、銭のあるやつ銭のあるやつはよいしょよそで買え、この涙あっこにやろうにゃ血が混じる、天秤棒に命をかけて死ねば包丁止めてくれ、なんだなんだなんだベランメ、女房一人が女房一人がよいしょなぜかわいい。いや気持ちいいですね。いいですね、やっぱりお客さん入ると本当ですね。ところでですね、はい、松原さんというのは勝新太郎さんの、はい、ところで修行したと。はい、そう、弟子です。お弟子になった。はい、そうです。いつ頃ですか。そうですね、20歳ですね。もう今から40年ぐらい前ですね。40年ほど前に、はい、でもその前にちょっと他の人にも行ったでしょ。あ、そうですね。どこですか。17歳の時にあの石原裕次郎さんの家を訪ねまして。裕ちゃんとこ。はい、はい、まあ、でも留守だったんで。留守だったんですか。あの会社の方に行ってくれって言われまして、で結局会えなかった。そうなんです。石原プロに電話したら、あの今そういう募集はしてませんって断られました。で、世が世になれば、うん、ゆうちゃんのお弟子さんであったことも可能性があった。そう、入ってられたらそうでした ね、 ね、人生変わってましたね、きっと。変わってたですよね。まあ、勝さんも素晴らしい男っぽい人でしたけど、両方しかしいいとこ目つけましたね。いやいや、あの勝先生にこう拾われたんですね。拾われた。そうなんです。勝さんっていうと僕もいろんな思い出があるんですけど、はい、一番思い出があるのは何ですか。そうですね、あのやっぱり暴れん坊将軍こう始まった時にですね、はい、お前将軍やるんならな、もっといいとこ行って遊べって言われました。いいとこ行って遊べ、えー、将軍は遊ばないですよね普通は。まあそうですけど、やっぱりそういうとこ行ってあのもっと遊ばなきゃダメだと。あ、それであのあの真似してですね、勝先生もやっぱり豪快じゃないですか、お酒が飲みましたからね、はい、真似してあのしばらくしたら貯金がなくなりました。それほど飲んだんですか。続きませんでした、ね、いやいやいや、私もね、はい、勝さんというとあの映画で共演した思い出があるんですよ。ああそうですか。僕も大映でまだもう出たての頃でしたけどね、はい、初めて勝新太郎さんと一緒だって嬉しかったですね。あの剣閣寺というね、はい、また旅だったんですけどね、 あの頃の勝新太郎っていうのは片や市川雷蔵、あ、この大映の二枚看板ですか、ね、そうですね。いやー、いろんな思い出があるんですけどもね。じゃあお互いにね、はい、勝さんの思い出を思い出しながら、はい、ちなんだ歌を歌いませんか。そうですね、なんかあります。私は
砂糖市子守唄。砂糖市、はい、いいですね。今日はセリフ入りでございますからね。で、私の方はじゃあ、はい、あの喧嘩フジットにやりますから。あ、そうですか。まずは殿からどうぞ。あ、またお先。赤い夕日にさすらいながら死んだ奴らにこもり人を切っちまったときゃ目先は真っ暗になっちまう。目先は鼻から真っ暗だよ。バカなやつらにたむけこもり最高の一つの振り違い。
い。それを荷物のささげんかたび、おいらはいいからお富士さん守ってくんな。あの娘、いやいや今ですね、はい、このあの座頭市もそうですけど、僕の剣閣寺をね、はい、歌いながら思い出したんですよ、ええ、当時のね勝さんは新婚ホヤホヤだったんですよ。あ、そうですか。今のもちろん中村玉緒さんですよ、はい、もう今の玉緒さん言っちゃ失礼ですけど、はい、全然想像にないぐらい可愛らしくてね。そうですね、なんかお姫様の、本当にお姫様役がぴったりの、はい、この人誰の旦那なのかと思ったら勝さんなんですよ。あ、そうですか。でも勝新太郎さんもものすごい二枚目でしたよね。そうですね、いい男だなと思ったでしょ。そうですよね、はい。ところでね、はい、今日我々男同士じゃないですか、はい、このスペシャルステージで男2人だから私たちが一緒に共演させてよというね、女性歌手が待ってるんですよ。まさか。いやいや、ここらで一つやりませんか。え、お互いのデュエットソングを。いや、ちょっと照れますね。いやいや、さっきの石原裕次郎さんのとこ行ってこれされたんだからそれを思い出しながら石原純子さん2人の世界、これから行きましょう。いいですね、お願いいたします。ありがとうございます。石原純子さんです。君の横顔素敵拗ねたその目が好きなのさ。もっと泳ぎよ離れずに踊ろうよ。私のパートナーはキム・ヨンジャさんです。よろしくね。抱いてほしいなんて女の口から言えるわけなどないわ。
いじめないでね。拗ねた君の顔がたまらなく好きさ。このまま二人きり踊り続けよう。恋は魔法さ、お酒飲むよって知らず知らずに二人を酔わす。今夜は果たさない、離れられない。よそ見しては嫌よ、いたずらよ風が。そっと素肌に触れて通り過ぎるわ。頬寄せていれば言葉はいらない。小指の先までも愛しているから。恋は魔法さ、揺れる明かりを、甘い香りの花に変えるよ。今夜は離さない、離れられない。松平さん、はい、どうでした、デュエット。いや、よかったですね、いい雰囲気で。ね、はい、もう小さい時から拝見してた吉宗公とご一緒できるなんて。そうでしょう。ヨンジャさんはいかがでした？私も小さいから拝見した橋様と一緒に歌って幸せでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、さて、次のコーナーですね。今度はさっきオープニングでずらっと並んでた女性たちいたでしょ、はい、あの方たちに入ってもらって思いっきり楽しく賑やかに行きましょうよ。ああ、いいですね。まず何行きます？ではまず私のあれから。あれ、マツケンサンバ、レッツゴー。叩けボンゴ、響けサンバ、踊れ南のカルナバル。誰も彼も浮かれ騒ぎ、光る汗が弾け飛ぶ。熱い風に体預け、心ゆくまで踊れば、何も歌うよ愛のサンバを、胸に溢れるこのリズム。俺俺マツケンサンバ、俺俺マツケンサンバ。あんな恋せよアミゴ、踊るセニョリータ、眠りさえ忘れて踊り明かそう。サンバビバサンバ、マツケンサンバ、オーレイ。叩けボンゴ、響けサンバ、踊れ南のカルナバル。夢のように時は過ぎて、弾む南の恋の夜。焼けた素肌肩を抱いて、愛をささやき踊れば、白い渚に恋も輝き、風に誘われ歌い出す。
離れて暮らしても顔見せに盆を会津に里帰り富士山が櫓代わりのべっぺんで温度とりゃみんな人通り沖縄が太鼓叩いてエイサーなら北国はニシン大漁期元気よぎでいつでもやる気それ笑顔と笑顔で頑張れ日本それみんな調子を合わせボン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 ダンスみんなで踊ろうボンダンス、どうぞ拍手でお受けてください。ありがとうございます。いや盛り上がりましたね。盛り上がりましたね。やっぱり日本人は踊りっていいですね。いいですね。でもハーハーしませんか。いや全然。本当にあしてますか。やっぱり10歳違うと結構きますから。さて次はですよ、はい、今度は我々がお客様に聴いてもらいたい歌といったらどんな歌でしょうか。そうですね、私はあの日本人応援歌という、はい、今は亡き遠藤実先生がですね作詞作曲されて、はい、まあ、日本人よ頑張れってい う, こう心のこもったあの遺作なんですね。先生の作詞作曲。そうです。そうですか。僕はですね、はい、生きて悔いなしというね、はい、ちょうどデビュー50周年記念の時に、はい、小倉圭さんが作詞作曲してくれたんですよ。私のこの人生そのものを歌ってるみたいなんですけどね。ああそうです。今とにかく生きるとか頑張るとかっていうのは一番大事な時代ですよね。そうですね、ですね、はい、では松平健さんから日本人応援歌どうぞお聴きください。
心から
なお湧き上がる愛を投げよう。思えばいつだってその場所その時一生懸命な私の車に生きてくらし初めて男同士でね、なんかこういうのもいいもんですよね。いいですねやっぱりあの松坂さんと僕は初めてこうしてステージでお会いしたんだけど、なんかねお互いの芸の道っていうのをそれぞれあるじゃないですか。はい、そうですね。でこう思い出しながら歌いませんでした？まあそうですね。どんなことが来ましたか？やっぱりあの昔あの若い頃、まあ、苦労って言っちゃあれですけど、その思い出に残ることがたくさんこう蘇ってきました。そうですね、はい。ではそんなことを思いながら今日は2人で歌ったんでございますが、はい、最後の歌はですね、はい、ちょっと今度はお客様もご一緒に歌ってもらいたい歌でございます。いいですね。一緒に歌いましょう。いつでも夢をです。星よりひそかに雨より優しく、あの子はいつも歌ってる。声が聞こえる寂しい胸に涙に濡れたこの胸に生きているいるお持ちなさいな。いつでも夢をいつでも夢を。星より密かに雨より優しく、あの子はいつも歌ってる。涙にあの子